はい、それでは続きをやってまいりましょう。防衛戦あちらこちらやっておりますが、なんとか兵端を切ったり包囲占領をしたり、煮たり焼いたり食ったり、どんなんだよ。さあ、キレの悪い、ボケをしておりますが、ここですね、ここも難しいですね。効果のあたり難しい。ここがやっぱり一番難しいですね。耐え忍んでここはやっていきながら、孔子まで行きたいところですが、孔子、ここで決戦が行われようとしている。この決戦、勝てば孔子を取れる。しかし横槍も入ってきている状態。さあ、時間はない。およそあと8年で皇帝にならなければいけない。無理だ、そんなの。もう無理だって言っちゃった。いけるのかどうか、考えただけで、ワクワクしますね。今日も楽しくゲームをやって参りましょう。いや、どこから見ましょうかね。まず、楽しいところは、露光ですね。平坦切れまくりですね。ここはもう、フルボッコのボッコボコにできる。うん。いいですね。ホドコンとか。で、ここら辺もどうかな？戻ってくるのかどうか。で、こちらですね。これどうなるかというところですが。ああ、なるほど。ああ、なるほどですね。これ、アンリク取られて、また加工庫取られるとまずいんだよな。もう城まで通しちゃった方がいいまである。さあ、次はこちらですね。孔子決戦。あれ？狙ってるな、霊領から。孔子。うざい。まあ、狙うでしょうね。うわ、火つけられた。ああ、火罠が燃えちゃったよ。いや、火罠は燃えてないわ。さて、ここで一歩引いてですね、わざとガッポ取らせてみようかと思います。包囲占領ができるかなというところ。あれ？あれか、ウキンか。生き返りやがって。結構早いな、これ。これまずいな。バッティングする。よし、いいぞ。取った？取らないの？なんで取らない？包囲占領やろうってのに。取れよ。どうした？直前まで待つよ、じゃあ。一方、千番でですね、こうぐるっと回って、後ろ取ってやろうというところ。ああ、やっと来ましたね。遅いよ！もう何してたの？9000。OK です。もうね、いつ来るか、いつ来るかと。手ぐすね、すねすね、すりすりですよ。すりすりじゃねえか。来期がいいか、初強がいいか。来期！語呂が良かったから。承諾。さあ、これで百陸村の出来上がりだ。震えろ。おっと、ここで一騎打ち。総賞賞金、一騎打ちを仕掛けた。これは非常にまずい。やめてほしい、こんなこと。85-93。引き分けはないか、引き分け。もっと引き分けの幅、でかくしないか。バチコイ。あっす。ボロ負け。ボロ負け。ああ、復活した。そしてここですね。あ、大丈夫っぽいっすね。ただなんでかガッポ入ってくんないんだよな。ガッポ取ってくれれば後ろが切れるんですけど。ここが切れるんで、ここわざと取らないで待ってるんですけど。まあ、それならそれでこっちで普通に切りますけどね。いいかな、それで。おっと、総将。あ、どうやってやったの？荒ぶる総将を。みんなで囲んだか。囲んだか、みんなで。偉いぞ。で、また来てる、これ。キリがねえな、これも。もう、初段か。初段しかないか。
しない。これからお前師匠を倒そうってのはなんでしなきゃいけないんだ。さあこの効果の前は平坦斬り3部隊ですね、捕まえております。いいですね。これね、これのいいところはこれ遠隔攻撃で捕まえられるのがいいですね。でまた川に出てきてくれると、我々のねフィールドですよ川は。でやばい、ここまで来てる。うん、そして平坦後ろ切りました。もうやきもきして切りました。でこちらは火罠にかけてというところ、流星取った。もうねあの用済みですからね、逆の用済みですからね。風刺は取れない。さあ平坦切れましたんで、ただ前に進みましょう。まあ彼らが、まあでも負傷兵は欲しいっちゃ欲しいんですけどね。確かにやるとしよう。これももうそろそろですね。まあここ取らしちゃってからでも全然いいですし、まあ城に着く前ぐらいでも全然大丈夫ですからね。そっちの方がね迎え撃ちやすいからいいっちゃいいですね。まあ焦ることはない。義援捕まえまして、修法死魚小魚ですね。小魚ってのお名前ですよ、あざなが。これトイヤ、よろしくお願いいたします。おお、やっぱ同じ州だからそういうこと。チンブー、ティンブーが持ってきたのはなんと総称だ。総称はダメですね。曹操の子公主寺と呼ばれているんだ。エフォリオ、フッシュ、よし来た。さてさて、トゥトゥルトゥトゥ、最層中規模。この曹操軍こっち来るのかな。あれ、そっち来るの。まあそっちならそっちでもいいですけど、各所より平坦切るのはねどちらって同じですから。おっと、一騎打ち、ガタツ五挙、やんなくていいんじゃない。それもやりたかった。67、63、無言で飛ばしました。まあ勝ったからよかったものを、しまったじゃない。さてさて、とりあえず合法を取り返しつつですね。でこっちに来るというのはこっちから切る。やっぱり2体持ってきてよかったですね。さてこれですね、この2部隊をまずサクッと切らなきゃいけない。これがなかなか難しい。またちょっと怪しい動きしだしましたね。2部隊とも、こちら、格子方向に来ると思ったらそうでもない。燃やしちゃった。ああ、燃しちゃった。燃しちゃうんだ、すぐ。小生捕らえ。これは露光ですね。露光また、包囲占領を狙ってますが、いけそうですね。ええ。露光意外と、やっぱこの壁強いな。自由自在だな、この壁。天下に望まん、我が軍略で。周囲の、これ固定っすよね、セリフね。お、いいですよ。キャッダ。いいですね。何度見たか、この平坦切れ。これをさささっとですね、こういう舞台で。やっていくという感じだ。総称出てくの早っ。ホドコン投与、投与じゃない、捕獲。捕獲がなかなか調子よくなってきましたね。さて先にもう入らせちゃいます。で後ろから平坦切るという具合ですね。報告です。まあ、やるだけやらせちゃってっていう感じです。おや、
おっと一騎打ちだ。史跡東方。東方は弱ってる可能性ありますね。毎回来てますね。常連さん、いらっしゃい。飛ばす。まったくもう、シャシャリ出る系が多いですね。ちょとつはすぐちゃちゃ、ちゃじゃないよ。何が、それ、姫ちゃんのリボンみたいな話でしょ？なんだっけ、そんなありましたよね。なんとか、ちゃん、ちゃちゃちゃ。少女漫画じゃないか、それ。少女漫画見てた、私は。さあ、講師の決戦でございます。うわ、やめろ。あんまり先方打つな。まあ、君たちはどっちにしろ？平坦を切る。私は切る。あーん、切る。ご報告いたします。あふーん、切る。このターン切れるかなっていうとこですね。うん、なかなかいいですね。講師を弱めてもらっております。そして女性小生。中性88。小生なかなかね、いいんですよね。知らんですけど。あっという間。おいっす。わかってる。さあ、切れた。さあ、これで切れました。エツキツ。ご報告いたします。どうでしょう。このままほっといてもいいんですが。あとは、ここ、来ましたね。総中。総中もどうするか。うん。これもほっといてもいいんですが。まあ、さらに、平坦切りに向かいましょうか。さあ、講師。攻撃を始めます。主外戻りました。捕らえてるね！ほどこん！超水！トイヨ！お！あ、ダメか。FR よ。さあ、いいですね。一気に半分。いいですよ。で、戦車。次のターンで落ちそうですね。さあ、講師。落ちまして、師匠は滅亡ということになりました。滅亡でございます。たくさん入ってくるといいなと思っておりますが。あ、これで、そうかそうか。先祖突撃か。微妙ですけどね、先祖突撃。勝者限定だし。なんやかんやってね、上兵倒す方が早いんですよね。うわ、15人、なかなかいましたね。師匠は取りたい。師匠はね、この先住開始ですね。制作。これレベル3。非常にこれはね、重宝します。レベル3だから、これ3と、水軍が442じゃなくて、334でいけるわけですね。戦術開始のおかげで。これ大きい。だから一人、今、いるんですけど、戦術開始、荘園か。荘園外して、こっちで、いいわけですね。まあ、そんくらいですね。見どころは。はい。といや。誰が来たかな？10人失敗って5人しか入んなかったよ。師匠来ないか。これは早く取りたいところ。ハド4。取れるかな早く。エッツキッツ、撃破。ん？機運か。機運やってもいいんじゃないですか一回は。ねえ、だって我々もう曹操しかいないから。ちょうどいいかもしれない。やりましょう。よーし。周遊名手。ついに打倒曹操。さあ。そして大将軍就任。もういないよ。降伏勧告はもういないよ。いないですね。まあ、劉将が小さくなればと。あと、馬頭に触ることができれば。で、劉備はやってますね。頼もしい。劉備はもしかしたら、勝てないな。これ勝てない。
これもだってほら、港取ってないもん。港取る気がないから。これはもう、おびただしい戦死者が出ますよ、これは。劉備ダメだな。滅亡まではあるな、これ。で、我々はですね、これ、また、露光に突っ込んでくるのを、これは守るしかない。まあ、守れてるからまだいいですけどね。あとは物資のやりくりですね。で、孔子まで来ましたんで、まあ、南海から、この慶陽とか、ここら辺は一方通行で行ける。孔子から霊陵も一方通行で行ける。この強みを活かしたい。ただ、兵力は一箇所にまとめたいところ。で、なんか突っ込んできましたね、ここもね。まあ、簡単に切りましたけど。どうでしょう、連合、初ターン、1ターン目。動いて、動いてくるな、大量だな、6万か。初手6万。徐行雨金。馬食。陳軍。ここもすごい、これ。神秘。来ますね。こっちは来ない。深夜の方は逆に来ない。まあ、なんとかなりそうですね、今んとこね。おい、7万も持ってるんだから動け、公衆。動け、動け、動いてよー。わっはっは。さあ、カオスですね、今日も。さあ、これ取れるでしょうか。在野に回った師匠の残党。共に行こう。死去取れた？取れない者がいるのか。まだ百軍士ではないぞ。役立ってみせよ。死尾取れた。死期かな。ごっきょ取れ。フォドコンはまた別のところ。これは違う。ホロです。ダメ。ほんとやっぱ百軍士じゃダメだな、ほんと。共に行こう。在野は取れる。師匠は？オッケー。師匠取れればもう、もういいです。はい。そしてここはね、もう攻め立てましょう。確保。取れないんかい。チョウコがいるじゃないか。チョウコとバチューか。バチューはいいですね。で、まだ来ます？これ帰ってますね。はい、わかりました。はい、そして、来期、需要ですね。やって参りましょう。リクソン、リクソン、ガリガリガに渡しますね。ガリガリガに、渡して、ガリガリガの知力が100、ちょうど100。ガリクソン。身に余る光栄です。よーし。やっとできましたね。ここからは 100%。100% 中の 100%。フォトコン、今度は取れる。100%。100% 中の 100%! トグロ弟入ります。面接お使いします。確保、問いよう。超子捉え、難解ですね。難解といえば、よろしくお願いいたします。現在で言う、広州市、ガッタン、問いよう。ガッタン、カラータイマーが光ってたね。必ずフォーリン、アイフォーリン。各所より何回片付いたかな。二人入ってきましたけど、侵入者まだいますか。あ、片付きましたね。しまっちゃいましょう。はい、何回はね、今中国第三の都市広州市ですよ。任せてくれ。この三国志の頃はど田舎ですけどね。広州市第三の都市、すべての食は広州に集まると言いましてね。まあ、美味しいものがたくさんあるというところなんで、食べ歩きをしたい方はですね、中国旅行行く際は、広州市、こちらでございます。お間違いのなきよう。動くとすれば、ちなみに中華一番っていう漫画も広州市ですね。これがですね、中国で、近年すごく流行ってると、いうことらしいんですよ。ね、よくできてると。よく日本人はこんなに中国のことを知っているなと。捕虜を連れてきたぞ。長江。トヨ。95は来ない。捕虜。さてさて、兵隊をまた切りに仕込みたいものですけど、
相手はなかなか足が速い。シーツとよ。どうでしょうか、これは。ぐるっと回って切れるのか、切れないのか、二つに一つだ。魅力を尽くします。電柱とよ。こっち、ちょっとこっちに釣られてるな。釣られると切りづらいんですよね。まっすぐ城に行ってほしい。一旦こっちに振るか。ほい占領成功ですね。これどこまで行くか。あ、全滅ですね。まあ全滅と言っても目の前にいるのが女皇というね。ご報告いたします。どういう冗談だっていう。冗談はよしこさんっていうね。よしこさんもよしこさん。どうしましょうかね、これは本当に。もう。修正を誓おう。超子取りました。ラッキーです。さあ、ここら辺でね。何の長さ？なんか、卑猥な言葉に聞こえてる。命を捨ててでもやってみせる。女皇ね。捕らえたいですね。なんか、城に火ついてるけど。まんまと女皇に燃やされている。大丈夫たる者の志を見よ。女皇撃破。おっと、捕らえた。捕れるかな。百軍士だけで捕れるか。徒歩やっと捕らえる。消防持ってますね。なんだと。超弦。超弦で合ってますよ。超軍。超弦。ご報告いたします。たまにね、ずっと間違ったまま呼び間違えたりするんで、恐ろしいですね。97、無理かな。トヨ、今何月？3月になりましたっけ。どこにも乗ってない。すぐ2月下旬、下がりますね。すぐに。うわ、超更新だ。うわぁ、二丁、最後の二丁が。こちらをご覧ください。もう一丁は劉備の元に行きましたからね。徒歩問いよ。来ない。ファリア。さてさてさて、取れるかな？ここまでかしら。うわ、蝶が死んだ。あららららら。ら女子が死ぬと悲しい。共に行こう。徒歩問いよ。受信が膨らんできますね。そして女皇エトウヤゴー。女皇が来れば百人力だ。ていうか、敵に女皇がいなくなったことがでかい。バカめ、曹操め。ご報告いたします。女皇を軽く使いすぎだ。天竺から戻って、マヌー、法典、寿命延長、増えました。死にそうな奴は、手を挙げろ。さて、剣業ですね。平坦切るところですね。やっていこうと思います。で、同時に、早速、女皇、妖怪、諸葛金と出して参ります。さあさあ、どうなるか。切れましたね。一気に切れました。ご報告いたします。で、戦闘付近っていうのがちょっとやりづらいな。そして、常用と高領から4部隊かな。ちょっと怪しい感じですね。深夜からも出してきた。これはおそらく、効果攻め。間違いない。効果を攻めてくる。そしてこっちは、はかどってるかな？報告いたします。とにかく、雨金が邪魔ですからね。もういい加減、雨金も捕まえときたいですね、これね。これをなんとかしたいところでございます。ちなみに次ですね。慶陽と霊陵、これ同時に攻めようと思っております。今、物資の手配を急いでおります。ここ山なんでね、かなり、食料必要なんで。そして、こちらですね。剣業。うわぁ、ぐちゃぐちゃですね。
どうなっていくのか。高村教撃破。ヒープチギャピーカッキンゴットン。全然捉えられない、捉えられないよ。さてさて、曹操ですね。平坦切りに向かいました。強えな曹操。草加なのにめっちゃ強い。さあ天竺から戻ってきて、実理論開発市上昇いいですね。これは助かる。ぐんと上がってほしい。うわぁ。うわ、やばい。やられた。ここでやられたわ。まあ、兵団切りましたけど。こちらをご覧ください。まさか下がってくると思わなかったなぁ。何でしょうか。火つくかな、これ。これ火つけば 13% しかないの。荘園で。それ厳しいなぁ。かしこまった。いや、でも郊外だったら簡単につくはず。郊外で 6%! いや、あかん。さあ、曹操、どうか。いいですね。先方バシバシ当てて、火もついていく。これ次のターンで落とせないと、ちょっと厳しいですけど、どうかな。持ってるかな。名品。馬はなさそうですけど、馬ないですね。捕らえることはできそうですね。ちょっとあいつ連れてくるか。いや、もうちょっと遅いか。間に合わないんで、とりあえず周遊も参戦だ。お、なんだこれ。狙いは効果だとか言いながら、ウリンコまで やってきている。あ？剣案中。ちょっと待って、ターン終わるの早い。まだ曹操、とどめ打ってないよ。うわ、高領から長領できた。で、曹操逃げる。しかし、やって、やれないか。うわ、周囲の攻撃力強。ん？キャッダ。さあ、長領も参戦だ。さあ、そしてここ、平坦切れるかどうか。ああ、ギリ切れない。やりよる。こちらをご覧ください。さあ、どう出る？もう一回、郊外で勇気を持って、平坦を切っていく。さあ、そして520ですね。天竺。駆逐かまして、繋がるかどうか。繋がらない。やっていく。各所より報告です。そろそろ本当、捉えたいですね。さて、そしてですね、南海と孔子、ついに出兵します。まあ、南海はもう全部、4万3000全部ですね。これをモリ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 と出しましたけども。まあ、半分はサポート部隊というところで。正直、これ勝てるかどうか不安です。かなりの不安があります。でこちらはリクソン、旅網、集隊と、この実力は十分なんですけども。後からちょっとですね、今ちょっと金が少なすぎるんで、兵器を出せないので。まあ、これで、輸送で兵器が出せるんで、お金を運んできたんで。これでですね、兵器、艦艇を出して、あと、学装の、領外ですね。これ学装必須ですからね。これも読んでます。もう次のターンでつくと思います。はい。そしてここですね。あ、つなげてくるな、これ。長領が。しかし、バシバシやっていく。このターンで、どこまで減らせるか。学賃。捕らえました。で、長領がくっついてくる。強い。長領強い。さあ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 、しかし、平坦を切る。いやー、でも、くっついてくる。強い。しかし、切った。切ってもなー。まあ、果敢ですけどね。
果敢ですけど、これがっちり固めましょう。もうこれ生意気だから、生意気盛り。よしやれ、がっちり固めましたね。おー、いいよ。なあ、そう何度も捉えられないか。さあ天竺の、おい藤波じゃねえか。天竺から戻ったの藤波、前髪切んな、やめとけ。おい、やめとけ。金5000を持ってきただけか、藤波は。あ、なんか燃え移ってる、燃え移ってる。何やってんだ、燃え移ってんじゃねえか。各所より報告です。何やってんだ。まあ、周囲は燃えないんですけどね。周囲は燃えないし、火は 100% つくっていうね。なんか今日は、あれですね、徐行を捉えましたけど、やっぱ、曹操を捉えるっていう、もうビッグチャンスを逃しちゃいましたからね。それだけがちょっと残念ですね。ちょ、燃えすぎ、燃えすぎ。さあ、もう一回港を取られて、まあ、港取られたぐらいはまあいいんですけど、ここから、これを足がかりに出てくるのがね、困るわけですよね。効果はね、特に。効果はもうここら辺取られたら、ね、あと額取られると包囲占領食らっちゃいますしね。あとこっちからこう取られても、やっぱり包囲占領食らっちゃうんですよ。港まで出られたら。非常にね、リスキー。で、呪春がずっと7万。もったいないね。そして、こっちから出ましたけど、なんか、エツキツが霊領から出て、迎え撃ちに来ちゃいましたんで、これは引くしかないですね。これ、エツキツ正面からやってもしょうがないですもんね。めちゃくちゃ強いですよ。見てください、これ山。4400ですよ、これ。こっちの領地内入っても、3000はあるでしょ。これ、ドン引きするかな？どうしようかな？まあ、普通に引いて切るっていうので、いいとは思うんですけど、三越とか持ってきてますが、まあ、最小合流なんで、ちょっとつもないんで、安全に切れるとは思います。なかなか進ませてくれませんね、これ。しかし、後ろがお留守。こっちから霊領を目指します。これもですね、両外、学僧がいますんで、まあ、最終的に、士気が保たれた状態。これで行きたいと思います。さあ、これ次回ですね。この、二都市。これ取ったら結構、いけちゃうんじゃないかなと私は思っております。この二都市を足がかりに、またさらに、二都市。っていう風に押していける。さらに後方都市二つ増える。これはね、大きいんですけど、大きな賭けですね。ここがちょっと、このシリーズのターニングポイントになってくるかなと思います。あとは、光陵にずっと曹操がいるんで、まだまだ捉えるチャンスがね、あると思うんですよ。どうかなっていう感じですね。いやー、難しいなー。はい、ヘス。26万。ちなみにまだ連合中ですね。連合残り13ヶ月。連合名手でございます。まあ、連合名手といってもですね、周りが、これだけ分散しちゃってるんで、真ん中に曹操。義でございます。で、シェアが 23.7%、1% しか進みませんでしたね。今回は。講師を取っただけじゃ 1% だけなんですね。これはいけないなぁ。1% ずつ、だいたい1話につき1年ちょい進んでるんで、これだと、残り17%ぐらいですね。多分、少なくとも。あと17話かかるって、17話経ったら17年経っちゃうってことですよね。ダメダメダメ。これ1話で 5% ぐらいいけば安泰っすかね。そしたら4話でいける。ってことは4年。5% 無理だな。5% 無理は。無理や、それは。で、そうそう。77万。10万増えた。これは、生産力が違う。で、都市数変わらない。もう、ちょっと底打ちましたね、そうそうも。あと、馬頭から取れるか取れないか。
で、劉備が頑張ってるけど、劉備は基本的に下手を積んで、あの兵を持ったら。で、ここまで来られちゃうと結構厳しいんですよね、これ。この陸路と海路両方で来られちゃって、引きこもりになっちゃうと、ちょっと厳しいですね。これどうすんだ？これ兵器当てられたら割と一瞬で終わるけど。それで簡単に劉備が落ちた時、一番のピンチが訪れる。そんな気がしてならない。さあどうなるでしょうか。次回よろしくお願いいたします。メッテング。